東羽衣駅は大阪府高市市東羽衣一丁目にある西日本旅客鉄道半和線東羽衣支線の駅である。半和線は2015年以降路線記号と駅ナンバリングが導入されたが当駅はいずれも対象外となっている。また駅名表や案内表示に半和線のラインカラーであるオレンジも使用されていない以下の路線と 徒歩連絡している。かつて、半和電気鉄道の駅だった時代には、浜寺海岸への海水浴客で賑わい、南海鉄道との競争も繰り広げられた。半和電気鉄道浜寺海岸の構想も参照。一面一線の高架駅である。入口より少し上がった中2階部分に改札口がある。以前は線路の両側にホームがあり、北側が乗車用、南側が 校舎用と分かれていたが、4両対応改築の時に、南側のホームは、使用を中止され閉鎖された。直営駅である。緑の窓口は2018年3月31日を、もって閉鎖された。IC カード、移行下を利用することができる。近辺にある、羽衣学園中学校、高等学校や西風南海中学校、高等学校などの通学客で朝は大いに賑わう。 また、普通運賃に比して、定期運賃が割安になることから、すぐそばにある、南海本線の羽衣駅からの乗り継ぎ客も多い。大阪府東経年間によると、1日の平均乗車人員は、以下の通りである。ABCDE 曽根悟る、週刊歴史で巡る、鉄道全路線国鉄、JR42 号半和線、和歌山線、桜井線、湖西線、 関西空港線、朝日新聞出版分冊百科編集部、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2010年5月16日、12から13ページ。武田達夫、南海鉄道、山手線市の考察、鉄道資料第108巻、鉄道資料保存会、2003年、28ページ。AB、東羽衣駅,駅駅情報、JR お出かけネット。 西日本旅客鉄道。2018年3月5日時点のオリジナルより、アーカイブ。2018年3月5日閲覧。AB、大阪南海と JR 結ぶ歩行者で機関制南海羽衣駅。朝日新聞。オリジナルの2020年12月26日時点における、アーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 2 0 1 2 2 6 1 1 3 4 0 9 h t t p s w w w a s a h i c o m articles asm8t3pknm8tpptb004html2020 年12月26日閲覧大阪府大阪府 ありがとうございます。